皆さんこんにちは。今回はフルバーストスキルでストックタイプとチェインタイプってあったと思うんですけど、この、まあ、普通のバースト設定なんですよ。これはなんですけど、これによって威力が変わるっていうのがフルバーストアビリティの効果にあって、でこれがどれくらい強いのっていうのをちょっと、まあダメージ計算式とか使わないんですけど、ちょっとねエギルジムで試してどれくらいなんかなってなんとなく見る動画にしようと思います。まあストックタイプにすると、まあフルバーストタイムが10秒延長になって、まあチェインタイプにすると、まあなんかフルバーストアビリティ1枚につきダメージ倍率 5% 上昇って書いてあるんですけど、この 5% って何なのっていう話で、なんか 5% って書いてあるからすげえ弱そうに見えるんですけど、これがちょっとよくわかんないと。なんかダメージ計算式にどうかかってくるかわかんないし、まあプラス 5% って書いて、かける 5% じゃなくて、まあかけるっていうか、まあプラスか。で、まあフルバーストアビリティ3枚とかになると 15% になって、4枚になると 20% みたいな感じになるのかな。まあこれがよくわかんないんで、まあなんとなくですけど、ちょっと、まあ見ていこうかと思ってて、まあこれがね、当たったんで、まあこれを、使っていくんですけど、フルバーストアビリティ斧ですね。でこれを、何で満たすかっていうと、まあ検証なんでね、まあ、すぐ満たしたいのでめんどくさいんで、まあで土ダー土ってこれ、連結して満たせるようにしてます。でこれがねバースト発動条件が土ダー土なんで、まあ、この順番にね発動してって、でアビリティ側はまあ、みんな大好き夜空に咲く青原キリト、あんまり汎用性が高い方じゃないんですが、まあ、パワーライズ3ですね。まあ、始めたての人にはね、狼アスナの方が全然おすすめなんですけど、まあ、ソードスキル側にシノンが入ってます。これはこれですね。これがシノン条件で攻撃力 20% 上昇になってて、でまあこれがね一応ね噴光になってて、でこれ最初ねピエオロエギルとか入れてたんですよ。なんかエギル2枚条件なんで、まあ、フルバーストアビリティ、あ、フルバーストアビリティじゃない、フルバーストソードスキル、これがエギルなんで、まあ、ピエロエギル入れてたんだけど、結局ね、なんかここにね、なんていうの、これキリト2枚条件だからさ、まあ、キリトをもう1枚どっか入れようと思って、ここにキリト最初入れてたんだけど、まあ、キリトの噴光が俺持ってなかったんで、で、まあ、これがね、噴光なんで、まあ、入れました。噴光を入れた理由は、これが、HP 依存の効果だからですね。回復して、なるべく威力上げたいっていう感じで、まあ、入ってます。で、キリト、もう一枚は、歴戦のキリトが入ってます。で、あとは、まあ、パワーライズ4ですね。で、これ入れてるとね、HP バフ、ついてると、まずいのでちょっと気をつけたいんですが、例えばその火力やりながら、まあ、こういうやつで、まあ、ブレイクもしちゃおうかなみたいな感じでこれを入れちゃうと、HP 強化4バフがついてるんで、これがねデメリットが発動して自分の HP が1になっちゃうんで、まあ、気をつけた方がいいですね。であとは、まあ、最後に、まあ、これの検証なんでね、まあ、これ入れてます。まあ、実戦でもねこれ入れてるんですけど、51層フラボスですね。で指輪は、これスイッチ系入れてるけど、どうだろうな、ダメージの伸びを、見たいので、どうしようかな、これがいいかな、これ入れとくか、まあ、これのままにしとくか、うん。まあ、これね、ちょっとね、コネクト、ここね、クリティカル出るかもしんないし、バフもかかって、あ、クリティカル出るとあれか、比較になんないか。ってなると、クリティカル、出しちゃいけないからあれだ、いや片方クリティカル出ちゃうとさこれまずいんで、であとは、小春の装備しているこの刻印とかね消しちゃった方がいいですね。これねまずいですよ。これ検証するときね、本当にね忘れないようにしたいんですけど、小春になんかつけてると片方だけ威力高いっていう風になっちゃうんで、外した方がいいです。で、まあ、クリティカル、抑えるスキルを入れて、まあ、そうだな、どうしようかな、まあ、これでいいか。あ、でも、リュール抜くか。ちょ、リュール抜いて、星1の、なんかこの、わけわかんない、こう鉄尾とかいうやつちょっと入れておいて、
まあ、これもね、なんかね、土、うん、まあ、いっか、これでいいや。まあ、クリティカル率が 100% 下がるんで、まあ、これでいいとしましょう。まあ、とりあえずね、まず、チェインタイプじゃなくて、ストックタイプの方ですね。いつも通りの、ストックタイプの、検証から入ろうかと思います。まあ、まずね、ギルジム入りまして、ノーマルの部屋ですね、入って、で、このノーマルの部屋でね、まあ、カオスリコレクションとかね、貼ってる状態でやる必要ないと思うんで、まあ、なんかダメージの伸び見るだけなんで、まあ、とりあえずこの部屋に入って、脱地の、そうですね、クリティカルを、クリティカルじゃない、クリスタル選んで、コネクト打ちます。で、連結分打ちます。だ、土って満たします。で、ここから覚醒して、フルバースト発動します。フルバースト発動します。フルバースト発動します。ちょっとここで写真撮ります。で、これのね、右上を見てほしいんですよ。この右上。これでちょっと比較していこうかと思います。これストックタイプね。で、これをちょっと保存します。で、覚醒が、あれ？覚醒なんか戻ってる。どういうこと？じゃあ次ね、メニューステータスプレイヤー装備開いて、で、チェインタイプを、選択していこうかと思います。で、さっきと同様に、脱地のクリスタルを探して、で、コネクト打ちます。で、さっきと同様に、チェイン分、連結分か、連結分を打って満たして覚醒して、フルバースト打ちます。で、フルバーストもう一回打てるのか。これさ、チェインタイプでももう一回打てるの？あ、もう打てるんだ。よし、これで比較します。これで、チェインタイプ。よし。じゃ、画像で比較してみますね。ストックタイプ、3698168。チェインタイプ、3762203。10万くらいしか変わってないですね。360、いや、10万すら変わってない。6万ぐらいしか変わってないですね。もう、これはちょっとストックタイプの方がいいのかなって感じですね。ダメージ倍率って書いてあったから、どうなんだろう、アクセルが出た時は、ダメージ倍率ってスキル威力のところだったと思うんですけど、多分これもね、なんか同じっぽいですね。なんか大して変わらない感じがしました。というわけで検証結果、チェインタイプにしたところで、ほぼ、なんか変わった感じはしないというか、ほぼ変わってないというか、そんな感じがしました。まあね、ちょっとこれ参考になる、検証だったかどうかちょっとわかんないんですが、まあ、うん、少しでも参考になったらと思います。まあ別に検証する前からさ、ちょっとわかってた、うすうすわかってたことではあったけど、このさ、5% ってさ、どこの計算式にかかろうと微妙だよねっていうのがあったんで、まあ、まあ、まあ、しょうがないでしょう。すいません、今なんか動画撮り終わった後に、なんか全然ダメージ出てないなと思って、ちょっと装備見返してみたらこれ、残属性インゴットが入ってたんですよ。なんかおかしいなと思って。ちょっと、インゴット変えてきます。なんかもう、ちょっと恥ずかしすぎて、全然ダメージ出てなさすぎてちょっと恥ずかしいんで、まあ、インゴットのせいでね、そのダメージの差がね、わかりにくかったかもしれないんで、ちょっとね、変えていこうかと思います。はい、今ちょっと、インゴット変えてきたんですけど、めっちゃこれコールかかりましたね。まあ、とりあえずね、ちょっと、変えたインゴット少し見ていくんですが、たまたまあった、まあ、虹インゴット入れまして、まあ、なんか、気象があったんで入れて、で、まあ、土の平凡の貫突のやつと、他の、攻撃力固定値ですね。まあ、これね、攻撃力固定値ね、思考停止で入れる人いるんですけど、まあ、俺、斧だから入れてるんですけど、片手直剣だと、まあ、属性ダメージ上昇の方がいいですね。まあ、それはね、また後で動画で言おうかと思うんですけど、まあ、これで大丈夫かな。まあ、適当に突っ込んだんで、まあ、これインゴット入れ方おかしいよって思う人いたらすいませんが、まあ、ちょっとね、これで
ステータス、プレイヤー装備と進んで、まあ、ストックタイプ、もう一回ね、ちょっとね、検証してみます。すいません、なんかこれだとね、動画が長くなっちゃうかな。まあいいや。なんかね、撮り直したりね、編集したりするの、なんか、大変なんで、ちょっとこのまま続けて撮っていこうかと思います。すいません。ちょっととりあえず、これでコネクトで満たしてっていうのをもう一回やって、まあ、最初でね、異変に気づくべきでしたね。よし、これでいきます。はい、バースト、フルバースト、課金、あ、400万。はい、課金、はい、課金。はい、課金。で、これが、ストックタイプ。1294万ダメージ出てますね。あ、まあまあですね。これがストックタイプ。保存しますと。で、覚醒ゲージがなくなるので一旦出ます。で、それで、ストックタイプなので、チェインタイプに変更します。バースト設定チェインタイプ。変更 OK と。で、これでもう一回中に入ります。脱地クリスタル行きまして、コネクトを打ちます。で、これで満たしていきます。チェインになってるので、武器チェーンして覚醒して、はい、行きます。1回目、フルバースト、412万、なんか変わんない感じする。全然変わってない感じする。2回目、852万、3回目、1296万、なんか全然変わってない感じする。まあ、とりあえずちょっと、これで、比較します。これがストックタイプ1292万でした。チェインタイプ1296万でした。全く変わってない。これ、4万しか変わってないぞ。あ、4万1292万。そうだね。4万しか変わってない。大差ねー、マジで。というわけで結論なんですが、まあ、チェインタイプにしても、まあ、さして変わりませんでした。はい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。